運を動かすと書いて運動、はるかです。運を動かしたい男、なおです。運を持ってる男、パーティーキングです。付き人に車ぶつけられました。運をください、アンパンです。はい、今回なんですけれどもね、はい、カエサロンをね、運営する幹部たちなんですけれども、はい、今回ね、カエサロン主導で東京の赤坂にチームオープンということになりました。おお。はい、赤坂の路面、見てください。すごい分かりやすいなって、うん、確かに。今回のジムを、オープンすることになった経緯が、ナオボディジャパンというね、大会を2021年させていただいて、僕たち自身がね、こうトレーニーたちが本当にすごい努力をしていることを知ってですね、そんな場をぜひ作りたいということで、いろいろね、話が始まって、そこからプロジェクトです。ナオさんはあの大阪でもね、ジムを開業されてまして、今回ね、一緒に東京で進めることになったんですけれども、力が、じゃあ店名をちょっと発表していただきましょう。店名はルクツジムです。ルクツジム、由来は光のスピードでこうお客さんの体をボディメイクするよってぐらい由来です。たまたまですね、2022年の春機械の漢字一文字で表すとも光なんです、うん、確かに、はい、確かにすごいね、それもリンクしまして、うん、おーって思ったね。そう、本当にね。で、今回ですね、あのちゃんと我々、まあ、経営していく中で、まあ、ただただ経営任せるんじゃなくて、もう一からね、そのジムが作り上げていかれるシーンをこう密着したいと思ってます。で、まずジムができるようになったって何からしますか、アンパさん。物件契約。はい、で、物件の方ね、こちら契約することになりました、はい、そして次機材です。そうなんですよ、機材ですね、機材をね、搬入することになります。本来であれば、まあ、業者にね、任せるのがセオリーなんですけれども、コストは1円でも下げた方がいい。そうですね、共に一つの目標に向かって同じベクトルで進み出すことが経営において大切です、うん、ということでね、我々体を持って今日機材搬入します。はい、はい、カエサロンメンバーもね、今日約20人ぐらい集まってみんなでね、作り上げるジムになります。この動画でお伝えしたいことがですね、大体ジムのオープン3月中旬にね、オープンしています。はい、あと1ヶ月後です。そこでトレーナーを募集させていただきます。なるほど。はい、トレーナーに求める条件は、まず前向きで明るくてポジティブ足りてる人、誠実ですね、素直で、ストイックよね、ストイック、うん、自分にも厳しい人もいいですね、はい、もしね、ルクスジムで働いたなんかそのメリットとか、すごいメンバーが常にこのチームに集まるじゃないですか。確かに強盗でしたり、こう一緒に話す機会でも多いと思うんで、トレーニングだけじゃなくて、ってこと経営とかバイクのポジティブだったりとかをいろいろ吸収できるんで、働きながら学べるっていうのが最大の利点じゃないですかね。このジムをきっかけにね、独立していったり自分の店舗を持つことも全力でサポートさせていただくんで、今後のね、人生を変えたい方、ぜひ応募していただいて面接させていただけたら嬉しく思います。今朝8時半です。今日終わりなんです。8時半です。じゃあ早速兄の方やっていきましょう。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。頑張るぞ。指示の方お願いいたします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。中に入れたらもうあとは業者の方が組み立てしてくれるので。なるほど、中に入れるまでに大丈夫です。いよいよ始まります。始まりますね。よろしくお願いします。あ、でも重たい荷物とね、責任は音が持つものか。よし、じゃあ力持ち軍団とりあえず行こうぜ。指揮出してくれ、指揮。よっしゃ、行くぞ。ケイちゃん行くぞ。今回機械はですね、はい、機械にいくらぐらい費用、うん、600ぐらいぐらいですね。お600万ぐらいです。内装1000万円、機械に600万円、不動産、ディスカウントして460万、ディスカウントして総初期費用もう2000万ぐらいですかね、不動産取得も全部入れたら2000万円かかってますからね。2500万ぐらいです。2500万かかってます。ポッポーカニオ、これを運ぶんですよ。それも開けます。開けない。違う。入ってるとこは違う。そうじゃなくて。いや違う違う違う。猫の原理。開けなくていいんですけど。ダンボール開けてからいけない。いいよ、危ない。大丈夫。いいよ、おっしゃ。あ、大丈夫。中2回目大丈夫。よ
かいのいきましょう。これでかい。これでかい。これでかい。これはでかい。これでかい。で、お、せーの、お、よし。よし。よし。重いと思うか。いや、めっちゃ重そう。俺の気持ちの方が重いよ。おお。いいペースですね。谷の方、もうすぐ終わるんで頑張ります。手際がすごいいいですね。これがチームワークというものですよ。はい、まあ、これは…はいはいはいよ、重い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 。これで、これは…これ壊す、これ壊さんと上がって壊れんすね。なんかこれ、ここに入れるの1回せーの。こっちが非常に重い。こっちが重い。こっちめちゃくちゃ重い。そんな重くない。絶対人生間違いじゃん。せーの。はいはいはい、お願いします。はい、お願いします。早く待て。あとこれもう1台。ああ、これをみんなですることはいくらのコストかったですか。いや、もうすんごい金額。50万ぐらい。50万ぐらい。50万ぐらいのコストかったです。はい、こういうところをね、みんな任せようってするからお金がかかる。もうちょっとですね、でも、でもこれ第1人よね。ちょっと何時あと1回ジムのね、搬入の方が終わりまして機材の方がね、設置されましたので、はい、早速ね、見に行ってみましょう。おー、すごい。どうですか。すごいね、はい、これまだ内装入ってないんですけど、内装にね、めちゃめちゃ力を入れております。近未来的な。これで天井もね、もっと高くなります。え、高くなるの。高くなります、はい。この赤坂のすごいね、一等地の路面、おしゃれな内装で通ってるのをね、SNS に載せたくなるようなね、こう内装作りになっております。はい、ただ今回の、 あの動画のね、趣旨、はい、一番伝えたいことは、はい、ジムのね、オープン3月21日決まりました、はい。そこでですね、トレーナーの方、真剣に募集しております。なるほど。はい、すでにね、3名ね、ルクスジムで働いてくださってるね、トレーナーの方を今お呼びして、はい、どういった人材に来てほしいかなども踏まえてね、お話の方聞いてみたいと思います、はい。それではちょっと3人、よろしくお願いします。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 よろしくお願いします。はい、この度ね、あのルクスジムのね、オープニングスタッフとしてね、働いてくださる、ね、はい、3人になります。はい、代表のムータンから自己紹介のお願いします。はい、ムータン方藤井優香と申します。昨年ですね、 JBBF ボディービルフィットネス連盟の、オールジャパンという全国大会で、見事優勝することができました。すごい、すごい、すごいです。私自身が今45歳になりまして、はい、見えない。トレーニングが41から始めてますんで、はい、どなたでも変わることができるっていうのをお伝えしていきたいと思います。なるほど。くびれ作りが得意です。くびれ作り、なるほど。ウエストはくびれさせます。なるほど。で、代表がですね、応募条件みたいなありますか。もうとにかく明るい方で。経験者じゃないといけない。経験はもちろんあった方がいいですけども、うん、一番はやっぱり楽しませていただけるというか、お客様に対してポジティブにやっぱりなっていかなきゃいけないので、スタッフもこうポジティブであってほしいなと思います。まあ、明るくね、ポジティブな人を募集しております。はい、大事ですね。なんと大阪からね、勤務することになりました。はじめまして、高台と申します。はい、去年は、JBBF 一本で大会に出てまして、兵庫県のオープン大会で一応2位を取らさせていただきまして、辻井さんと同じオールジャパンに出場を初めて去年することができまして、いいところまでは来ているので、今年こそはオールジャパンの入賞と地方大会の優勝をちょっと目標に取り組んでます。お願いします。お願いします。お願いします。今回ね、現在はその大阪のね、奈緒さんが経営するエグゼフィットで働かれてると思うんですけど、東京でね、挑戦しようと思ったなんか理由や。関東の方がレベルがもちろんトレーナーの質も含めて高いっていうところから、大阪がずっとこう住み慣れてる環境っていうところで、できる人こそどこの環境でも力を発揮できるなと思ってますので、新たなステージ環境で、まあ、チャレンジしたいなということで、大台さんもね、挑戦するということで。そして3人目、さとりさん。美尻トレーナーのさとりです。おー、美尻トレーナー私は女性限定のトレーナーでして、うんうん、普段はフリーランスでやっております。でも得意なのはこの美尻、女性らしい体を作るのに特化しているので、しなやかに体になりたいっていう方だったり、自信をね、もっともっとつけていきたいよっていう方、ぜひ来ていただければと思います。じゃあ、はい、
いいですね、それぞれね個性がありまして。確かに。じゃあ実際あのこのルクスジムなんですけど、営業時間の方は朝の7時から11時までとなっております。早いですね。で勤務体系的にはどういった感じを？運営方法がパーソナルジムですので、はい、お客様とのセッションがない時に関してはまず自分の体を磨いてもらう、まあ、店舗の運営をしてもらうっていうところが必須条件になります。ここから自分のお客さんを獲得していっていただきながらお店の売上収益を一緒に上げていこうっていう意思のある方の方がすごい僕らとしても仲間として受け入れるには嬉しいです。社員、アルバイトね、業務委託、3形態でね、募集させていただいております、はい、待遇もですね、まあ、個々ね、面接させていただいて現在よりね、いい待遇でね、募集、応募の方はね、はい、させていただきたいです。で、面接の方はですね、実際にムブタン代表と、はい、チカラパーティーキングの方の2人面接の方もね、させていただきますんで、概要欄にね、詳細の方を貼っておきますので、ぜひね、興味のある方、挑戦したい方、一歩踏み出したい方、応募の方ね、お待ちしております。改めますね、3月21日オープンですのでね、ガンガン求人の方もさせていただきますので、皆様のね、応募お待ちしております。お願いします。よろしくお願いします。3月18日にルクスジムのレセプションパーティーを行います。でね、スペシャルゲストもね、お招きいただいて、まあ、トークショーとかね、皆様にね、どういったこう、やっぱ中身見ないとね、わからないと思いますし、まあ、働いてみたい方も、まあ、このジムに通ってみたい方も、まあ、こんな感じなんだっていうのをね、イメージしやすいようなね、ちょっとパーティーの方、させていただこうと思います。その様子もね、動画の方に載させていただいて、皆さんね、知っていただけたら嬉しく思います。ということで、今回、ルクスジム求人募集でした。ありがとうございます。ありがとうございます。